はい、こんにちは。今回ですね、車に乗っている人が梅雨前にやった方がいい3選ということでやっていきます。まあもうね、6月入れば梅雨になるし、もう梅雨入りしてるところもあるのかな。まあそんなね、梅雨の時期に入って、でまあ今からね、夏に向けてっていう中で、まあやってた方がいいのは、今回話すのはその、なんか走る止まる曲がるに影響するようなそのタイヤとか、まあちょっとそういうのは除外してます。あくまでもおすすめっていうようなとこになるんですけど、まずは撥水、フロントガラスの撥水、これはやってた方がいいっすね。やっぱりその、なんていうんですかね、そのもう油膜だらけで、もうなんかフロントガラスがもう油膜だらけでね、水が全然弾かない、まあ、この状態ってすごくストレス、まあ前も見づらいんで、で撥水もまあいろいろありますよ。そのカー用品店にあるようなね、ちょっとなんかガラコみたいなね、まあそんなタイプの、まあそれでもいいと思うんですよ別に。あとはなんかまあディーラーとかに行けばね、その専用の撥水をしてくれて、でワイパーも撥水用のゴムにね変えてくれたりとか、まあありますよね。でまあ実際ね、それってまあネットでもあるんで、ワイパーゴムのね撥水用っていうのは、でまあ自分でできる人はまあそれでやった方がいいけど、まあできないよっていう人はまあディーラーとかに頼んでもいいんじゃないかなと思います。まあディーラーの場合、撥水をするときって、まあフロントガラスの油膜をまず落として撥水のね液剤をかけたりするんで、まあ機能、まあ性能としては下処理をした方が絶対持つので、まあなかなか個人で油膜落としまでするっていうのがあんまりないかなと思うんですけど、まあまあディーラーとかね、そういうとこになればちゃんとね、専用の油膜落としっていう液剤でもう機械使って、もうフロントガラス一回全部油膜落とした後に綺麗な状態で撥水剤を塗るんで、やっぱ長持ちするし、まあいいと思います。まあディーラーでどのくらいですか、撥水の加工と専用のワイパーゴム交換で、まあ、1万円以内ぐらいで多分できるかな。でまあこれを、まあ、自分で簡易的にやるんだったら、まあカー用品店で、まあ、2000円ぐらい手に入るんで、まあとりあえずそれを塗っておけばいいかなって感じですけど、まあそれがまあ1ヶ月持つかな、持たないかもしれないんで、まあ長期的に見るんだったら、まあお店に頼んでやってもらうっていうのもいいかなと思います。次におすすめするのが、クリーンフィルター、エアコンのフィルター、これはね、皆さんね、あんまり交換する機会がないのかな。普段のメンテナンスとかも全然やらないような人、まあ、車検もなんか安いとこでやったりとか、まあ、そういう人だとなかなかこのおすすめ商品って言われるエアコンのフィルターっていうのが、まあ、出会う機会が少ないと思うんですけど、もちろん車のエアコンにも家庭のエアコンと同じようにフィルターがついてるんですよね。あれめっちゃ汚れるじゃないですか、ホコリが。もう早いのはもう2週間ぐらいでホコリが、ね、フィルターには溜まったりとか、でまあ、1ヶ月2ヶ月も使えばそれはもう汚くなるじゃないですか。で家のエアコンでもそんな感じじゃないですか。でも車ってさらに走るわけじゃないですか。で道路走ってると、まあ、前に車いますよね。で車の排気ガス出ますよね。空気中に飛んでる塵だったりとかね、PM2.5 とかね、いろいろ有害なやつは飛んでるんですけど、まあ、それって車はそんな、 なんか劣悪な環境の空気を取り入れてるんでね、車内に。一応メーカーの推奨、多分どのメーカーも一緒だと思うけど、多分1年に1回ぐらいとか、まあ1万2000キロに1回とか、まあ交換してくださいっていうような形になるんですよね。でそれはね、変えた方がいいですよ、1年に1回ぐらいで。これ変えた方がいいんですけど、フィルターに関しては自分の車のエアコンのフィルター交換方法をちょっとググってみてください。まあ YouTube なりなんなり、多分ですね、ほとんどの車は、誰でもできます。本当にね、簡単にできる車種が多いです。ただ日産車に限っては面倒くさいのが多いと思います。ね、ちょっとこれ愚痴になるんですけど、マジで日産車のエアコンのフィルター、マジでね、もうね、どうやって入れたのそれみたいな、くっしゃくしゃのフィルターが出てきたりとかね、もう基本的にグローブボックス外さないと無理とかね。そう、他のメーカーとか、まあ、他の国産車とかだったらね、グローブボックス開けたらもうちょっとすぐ見えたりとか、まあ軽自動車とか特に多いですよね。もう開けるだけ開けたらもうカバーが見えて、それ外したらもうフィルター交換もう 2,3 分でできるとかあるんですけど、まあ日産車に限ってはね、ほぼないです。ほぼめんどくさいです。で中のフィルターくしゃくしゃでね、これ何みたいなやつが出てきます。
で、エナマなんでね、実際にエアコンのフィルターって多分交換簡単な車が多いです。これに関しては多分自分でできるんじゃないかなと思います。で、エアコンのフィルターいっぱいあります。普通のフィルターもあれば、まあ、PM2.5 とか花粉対応とかね、まあ、ちょっと高性能のフィルターっていうのがあるんですけど、これ私の個人的な意見で言うと、1年に1回交換するんだったら普通のフィルターでいいと思います。まあ、 花粉時期とかなって、もう花粉症の人とかだったらそういう高性能の方でもいいかなと思うんですけど、まあ、1年に1回ぐらい交換しておくといいと思います。で、そのエアコンのフィルターに関しては、まあ、Amazon とかで見てみてください。多分ね、1000円2000円で売ってあるんで、まあ、それを手に入れて自分で交換するっていうのも全然いいです。で、これはディーラーとかに頼むと、高機能タイプだったらフィルターで5、6000円して、まあ、コーチ入れて、まあ、7000円ぐらいでできるような感じなんで、まあ、それは選んでもらっていいですけど、まあ、基本的には1年に1回交換してた方がいいです。もちろんそのエアコンのフィルターって、なんか匂いがっていうのが、で、なんか交換の目安っていうか、まあ、基準になってるんですけど、実際別に匂いだけじゃないんで、フィルターってそういうね、ゴミとかを除去してたりするんで、まあ、それを、ね、匂いはしなかったとしても、それ越しに吸う空気とかね、で、中に充満するし、エアコンって、まあ、そう考えたらちょっと嫌じゃないですか。なんで、まあ、本当2000円ぐらいであるんで、まあ、自分で交換、ね、できる車種ってのも多いんで、まあ、ぜひ試してみてはいいんじゃないかなと思います。で、3つ目はこれもちょっとエアコンに関係するんですけど、エアコンのエバポレーター洗浄っていうので、ぜひしてほしい。匂いが臭いとかそういうのって、実際に、ね、エアコンのフィルター、クリーンフィルターで解決することはほぼないですよ。そこじゃないですよ。もっとエアコンの大元の部分をきれいにしないと、匂いっていうのは改善されないですよね。そうだからね、よくね、その匂いが気になる人はフィルターを変えましょうとか言いますけど、まあほぼ解決しないです。そこのエアコンのもっと本体の部分を洗浄しないといけないんで、で、これはね、洗浄剤、まあいろんなね、洗浄剤があります。本当エアコンクリーニングって形で、もう1万円から2万ぐらいするような、もう本格的にね、業者に頼んで洗浄するパターンもあれば、まあ、簡易的にできるやつもあります。これはね、まあ、車種による、まあ、自分でできる人はやってもいいかなと思うけど、まあ、ちょっと難しい人は難しい、まあ、車種によっては難しいんですけど、エバポレーター洗浄っていうのがあるんで、これね、まあ、自分が一番おすすめしてるっていうか、まあ、簡単にできるのが、エアコン使うとなんか水たまりみたいになるでしょ。車の下ポタポタ水が垂れてくるじゃないですか。そのエアコン使うとやっぱり水が、水分が出るんで、それを水抜きのホースがあるんですよね、もう車外に出すね。で、そこから、そこにそのエバポレーター洗浄剤っていうのを突っ込んで、もう押すだけすると、そこからこう循環してきれいにするみたいなのがあるんですけど、これね、多分5、6000円、ネットで買えば4000円ぐらいであるかもしれない。で、まあ、個人でできる人、まあ、例えばジャッキで上げて、ね、この潜ってできる人とかだったら、ネットで買って、まあ、4000円ぐらいでできたりするんですけど、まあ、それはね、普通の一般の人にはなかなか難しい作業にはなるんで、これカーショップとかディーラーで頼んでも、基本多分部品代ぐらいしか取らないと思うんです、これに関しては。なんで6000円ぐらいでできます。これね、やってると、まあ、匂いが気になる人とかは特にこれをやった方がいいです。そうで、しかもね、やっぱね、梅雨時期とかになると、やっぱ湿気さらに多くなるんで、まあエアコン内部っていうのはやっぱ菌が繁殖したりとかね、そうやっぱあるんで、ほんとね、そこら辺はね、やってると結構快適になります。湿気が多くなるとね、窓を閉め切って、ね、エアコンをつけてっていう形になるんで、やっぱ中でこもるんで、やっぱそこで洗浄とかをね、しておくといいかなと思います。で、結構おすすめです。まあ、そんなに金額が高いもんでもないので、で、まあ、快適に乗るためには必要かなと思いますんで、まあ、私はね、こう梅雨時期になると、フロントガラスの撥水っていうのはしますし、で、エアコンのフィルターとかも交換しますし、で、あとエアコンの洗浄、これもね、エアコンの洗浄に関しては、まあ、2、3年に1回ぐらいはやるような感じ、毎年はやんないですけど、フィルターとかね、撥水っていうのは、まあ、1年に1回ぐらいは絶対やるんで、まあ、これをね、しておくと結構快適に過ごせるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、梅雨時期っていうことで、まあ、梅雨におすすめの商品っていうのをね、紹介しましたけど、まあ、長く乗る車だし、まあ、快適に乗ってもらいたいんでね、そうで、汚れまくった後で綺麗にするっていうのはなかなか難しいんで、
なんで汚れる前にきれいにするっていう感覚を持ってると長く快適に乗れるんじゃないかなと思います。またね、近いうち動画上げていくんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。バイバイ。